すげー、霜降りの牛肉、これで12,500円ですよ。12,500円、たっけー。どうしたんですかバンプ様、こんなレベル高い牛肉。ペットでも死んだんですか。違うよ、たまには最高の食材で最高の贅沢をしてみたくなることとかあるでしょ。今日はみんなで最高のすき焼きを食べようよ。バンプ様、レベルマックス。俺長生きしててよかったっす。野菜だって無農薬だし、卵もヨードラ、割り下も昆布とカツオで手作りしたからね。すげー。あー、俺なんか緊張してきた。早く割り下入れてくださいよ。ニンニク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 。慌てないの。最初は砂糖と醤油で肉を焼く関西風で肉を楽しんで、その後割り下で野菜と一緒に煮込む関東風で食べるから。俺初松坂です。うん、世界征服を目指す者としてやっぱり本物を知っておかないとね。私はそう思うよ。じゃあ食べようか。またない。おお、いい時に来たんじゃないの、すき焼きか。マジか。おいおい、すっげえ肉だな。なんかいいことでもあったのか。俺を倒すいい手口でも思いついたが。あ、いやー、しかしよ、すき焼きって一番うまい牛肉の食べ方だと思わねえ。まあ牛丼屋もそうだけどよ、なんでこう甘辛い味付けと合うんだろうね、牛肉って。お、ホットプレートあったけぞ。もう、あ、ほら早く割り下入れろよ。だ、あ、なんだよ、いつもやられてるくせによ。本当に本当にマジで痛いんで。ちょっと肉にホコリがつくじゃないですか。なんだよおめえら、あ。ああ、そう、招かれざる者ってわけだ俺は。え、そういうわけじゃ。はいはい、わかりましたよ、お邪魔虫は退散しますよ。悪いことしたかな。いや、いいんですよ、悪いことしたって俺ら悪の組織なんですから。そうだね。っていうかレッド、最近ちょっと甘えてません？うちでご飯食べるのが当然みたいに。そうですよ、別に職員もらってるわけでもないのに。そりゃそうだけど、今回のことはいい薬になったんじゃないですか。そうだね。よし、じゃあ気を取り直して食べよっか。また、落日の時だ、サンレッド。絶望の闇に落ちてゆけ。ツインデザート。あ、みんな大丈夫？あ、レッドさんすぐに正座させますんで。え？どうしたんですか？怒ってる。え？レッドさん怒ってる。何がですか？あっさりしすぎてるよ。あっさりって、一撃で倒されるのはいつものことで。いつもなら私たちを倒した後説教したり嫌味をたっぷり言うじゃん、あの人。今日だっていい肉食った意味ねえなお前ら、くらいは言われるだろうと思ってたのに、話もせずに帰っちゃったよ。あ、何か大事な用事でもあったんじゃないですかね。レッドさんに大事な用なんてあるわけないよ。怒ってるんだよ。昨日すき焼き食べさせなかったの根に持ってるんだよ。もうなんでだよ、怒られる筋合いねえじゃん。あ、もしもし、かやこさん。私、いえいえ、どうもその説はお世話になりまして。またまたお上手なんですから。ええ、実はダメ、やっぱりレッドさん電話に出てくれない。次の対決どうしましょう。もう友好的な敵対関係を築いてこられたのに。対決のアポ取れないんじゃ、次回はテロにしますか。テロなんてガン無視だって、舐めちゃダメあの人。もう切れてくれる方がよっぽどいいよ。冷戦ですもんね。なんとかしないと。はい。何しに来たんだてめえら。レッドさん夕飯まだですよね。ああ、冬はやっぱりお鍋ですよ。
かよこさん、かよこさん、ほんま、お鍋しましょう。あら、バンさん、きたね、かよこを味方につけんじゃねえよ。全然臭みがないのね。でしょ、取り立てじゃないとこの味は出ませんよ。さっき届いたばかりなんですよ、そのあんこ。うちのハンマーヘッズくんが茨城の枚方まで行って素手で捕まえてきたの、あんこ。あの子泳ぎ得意だから。得意って魚じゃねえか。南のフグに北のあんこって言われるくらいですからね、あんこは。どうですか、レッドさん、美味しいでしょ。別に。あんこはコラーゲンたっぷりですからね。明日になったらお肌がプリップリですよ、プリップリ。みんなで食べると美味しいわね。そうっすよね、美味しいです、プリップリ。っていうか、なんで怪人たちまで来てんだよ。だから聞いてんのか、何度も言わせんじゃねえよ。お前らにまともな記憶力があるのかって言ってんだよ。昆虫だってもうつかまつだぞ。お前よく見てみろ、ちょっと。やっぱりこうじゃないとね。はい。何喋ってんだこら。はい、すいません。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。またにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ。また奴らが連中が今日もやってきた。連絡もなしに5分遅刻でやってきた。世界人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイヤーバード。コンタクトの内気なヒーロー From me to you、 近づきたいけど君は眩しい太陽。奴には拳を、君には腹をし合わせよう。みんな救うし力を込めて今日も戦う。天体、天体戦士サンレッド。ん？うわっ、袋閉じの実力真夏のドキドキ体験が何か鋭利なもので開封されてる。あ、バンプ様だ。え、スキアリメーン。だ、大丈夫か。一本痛い、痛い。いや、今の汚いっすよ、アントキラさん。今の汚いっすよ、アントキラさん。てか、試合中に横向くやつが悪いんだろ、バカ。しかし、スコーンと決まったな、アニメみたいによ。アニメ、ほら、やってたろ、深夜。その剣道のアニメ見てたらよ、昔の血が騒いじゃってよ。昔の血。俺昔剣道やってたからよ、高校の時。月に一度。月に一度？体育の授業でな。え？それって単なる洗濯授業じゃないっすか。そうだよ。ほら、もう一丁行くぜ。まだやるんですか。学校帰りの女子高生に通報されますよ。恥ずかしいっすよ。恥ずかしいっすよ、じゃねえよ。剣道やっとけば対決の時に役に立つかもしれねえだろ。そりゃそうです。中身ファイヤーブレード。ははっと、ついに出ました、必殺のアトミックファイヤーブレード。ちょ、アントキラさん、剣道のルールくらい教えてくださいよ。ほら、僕たち初めてなんですから。僕たち初めてねんすけれ。てか、アホかてめえ、甘ったれんな、そんなもん盗めたか。技を盗めってなら分かるんですけど。ルールを盗めって。たくよ、全然相手にならねえな。なら俺が相手してやる。へぇ、アトミックファイヤーブレード。バカだね、お前ら。
アトミックファイヤーブレードはヒーローの必殺技なんだぞ。怪人のお前が使ってどうすんだっつうの。ちょ、レッドさん、避難じゃないじゃないですか。素手じゃないですか。アトミックファイヤーブレードじゃなくてレッドさんのチンピラ聖剣付きじゃないですか。そっかそっか。じゃあ市内でやってやるよ。え、これいい仕事できそうだわ。あ、バンプ様だ。だったらどうした。大丈夫っすか、アントキラさん。黙んなよ。いつレッドのやつも見てたのかよ、アニメ。アリ地獄さえ用意してたら俺の勝ちだっつうの。あいつマジ汚ねって。ん、あ、ウサ兄さん、キース。ウサ兄さん、お疲れ様です。あ、アントキラ、ジョギングっすか。うん、最近運動不足だったからね。あ、ウサ兄さんの言ってたアニメすげえ面白かったです。アトミックファイヤーブレード、キャーって。まいったな、ウサ兄さんには。寂しい女の吹き溜まり。レイジさん、レイジさんらしくありませんよ。まだトモミのこと気にしてるんですか。所詮俺は垂れ耳のぬいぐるみだ。そんなこと言わないでくださいよ。新人面接の時間ですけど。今度は北へ行ってみるか。ギョーです。俺レイジさんみたいに酒もんでもジャブジャブやっちゃって、その上お金ももらっちゃって、恋の外側カウンターも振り切っちゃうみたいな感じで、よろしくお願いします。俺が羨ましいなら俺がしてきた苦労も羨ましがるんだな。仮面マンです。カルセンブームが来てるって聞いてきたんですけども。程がある。デビル猫です。僕医者から不規則な生活ダメって言われてるから、9時5時で働きたいの。帰れ。すいません、来週もう一人面接に呼ぶんで。俺を超えるやつがいるとしたらあいつだけだ。え、早くこっちへ来い。ウサ、タレミミ先輩、またお願いがあって来ちゃった。何？ウサコツさんにピンドン10本いただきました。ありがとうございました。沿いを股にかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ、また奴
奴らが連中が今日もやってきた。連絡もなしに5分遅刻でやってきた。社会人の心へ教えてやるぜ。究極形態ファイヤーバード。サンレッド。サーターアンダギーですか？そう、サーターアンダギー。俺大好き、サーターアンダギー。美味しいよね、サーターアンダギー。ドンキ様、レッドからお電話です。今忙しいのに。あ、もしもし。あのレッドさん、すいませんが5分くらいしてからかけ直してもらえますか。今サーターアンダギーをあげている。意味わかんねえこと言ってるとぶっ飛ばすぞてめえら。何をあげてるって。あ、いえ、沖縄のドーナツサーターアンダギーをですね。あ、火止めといて。おい、聞いてんのか。はい、もう平気です。で、ご用件は。ちょっと聞くけどよ、今月の26日、俺を襲う予定あんのか。26日ですか。ああ、26日は組織のみんなでスーパー銭湯に行くので、レッド様眼中に。いえ、襲う予定はありませんけど。本当だな、絶対襲うんじゃねえぞ。襲ったらいつもの10倍泣くからな、確実に。分かってます。はい、26日は何か用でもあるんですか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。分かった、絶対襲うんじゃねえぞ。絶対だぞ。なあ、もうあれほど念を押したのに、ほんま脳みそかにみそかってめらは。いえ、だっこ。うるせえ、なことどうでもいいんだよ。こんな忙しいのに。ったけ、電話で言ったよな、絶対26日は襲うなって。いや、私も襲うつもりはありませんでしたよ。ありませんでしたけど、でもレッドさんがあんまり襲うな襲うなって言うから、逆に襲わないといけないのかな。お笑いの前振りと同じすんな。何を俺のせいにしてんだよ。ジャケットがシワになりますよ。それが嫌だから襲うなって言ったんだ。死ねーレッド。何炭入ってんだよ。地味になっちゃう。すぐにご飯のりで炭抜く。何がご飯のりだてめえ。痛い。もう手間はかかりますけど、それが炭には一番効果的なんですよ。効果的な嫌がらせしやがって。やべ、もうこんな時間だ。早く迎えに行かねえと。どなたをお迎えに。かよこの母親が田舎から出てくんだよ。あいつ仕事だから俺が代わりに迎えに行くんだよ。かよこさんのお母様が。あー、美味しそう。はい、取って取って。2種類あるから、サーターアンダギー、黒糖が入ってるのと白糖が入ってるの。すげえ。お、レッドさんにもあげよう。サーターアンダギー知らないみたいだから。どっちあげちゃいます。黒糖の方がコクがあるからこっちにしよう。レッドさん。サーターアンダギー、私のサーターアンダギー。すいません、レッドさん、今新しいの出しますんで。いや、参った。お前はドーナツ追いかけてそのまま沖縄にでも行っちまえ。っていうか、お前らなんでここにいんだ。え、決まってるじゃないですか、かよこさんのお母様に会いに。なんでだ。だって日頃お世話になってるかよこさんのお母様ですよ。お前はその考え方が悪の組織として適切かどうか客観視しろよ。パンプ様。何イチゴ。僕ら帰りましょうよ。え、なんで。私だって会いたいのに、かよこさんのお母様に。今日のところはレッドの顔を立ててやりましょうよ。え、小綺麗な格好してるところを見ると、どうやら初めてかよこさんのお母さんに会うようですし。え、じゃあレッドさん心細いんじゃないの。やっぱり私たちがいた方が。彼氏としてもプライドがあるんですよ。あったんだプライド。バンプ様より先に会いたいんですよ。あ、そうなの。
そうだ、私お肉買って帰らなきゃ。タッとならないんで痛いっつって、すいませんが飛行機痛い、待って痛い痛い、いやちょっと本当痛い方が勝ってる今痛い、みんな行こっか早く。あ、痛い。ママだ、結婚したい。 あ、確か土曜ミステリーやってたよな。結婚したい、やっちゃいなよ。ヘルウルフはラーメンを注文してから30分以上待っていた。遅くなってすいません。お前コロチョ、お詫びにこちらチャーシュー麺にしておきましたんで。バラ300を2つくれる？はい。バンプ様、コロッケが特売ですよ。じゃあそれも買っちゃう？やった。くそ。そりゃさすがに経費では落ちないよ。ごめんね。落ちないっすか。2号は調子いいな。あれ？レッドじゃない？まだいますね。あれから1時間以上経ってるよ。レッドさん！まだ会えないんですか？またお前らかよ。3時半の約束だったんだけどな。いや、それはおかしいですよ、絶対。お前肉買ったんだろ。早く帰らなくていいのかよ。ああ、大丈夫です。今日寒いし、一緒に冷凍のもつも買ってるんで、その冷却効果も期待できますんで。本当に俺がてめえらの肉の心配してるわけねえだろ！ねえ。レッドさん、あの人かよこさんに似てませんか？もしかしてお母様じゃ、さっきから誰か待ってるようですし。確かにさっきからああしてるけどよ。似てっか。似てますよ、目元なんかそっくりじゃないですか。そう言われれば鼻も似てますね。口元も。絶対そうですよ。何やってたんですか今まで。ほら早く行ってきた方がいいですよ。そうか、早く。おう、ああ、よかった。よかったですね。ほら、私の言ったと。違うじゃねえか。あ、もしかして南武線には武蔵溝の口以外に武蔵新城、武蔵中原、武蔵小杉ってあるじゃないですか。ああ。武蔵違いで別の駅で降りちゃったんじゃ。ありえる、それ。レッドさん、てめえらスーパー銭湯でもどこにでも行けよ早く。かよこさんに電話してみたらどうですか。何か変更があって事情を知ってるかもしれませんよ。かよこは仕事だって言ってんだろ。ちょっと待ってくださいね。そろそろ寒くなってきたからね。あ、もしもし、かよこさん、私は。なんでかよこの携帯番号知ってんだ。うん、レッドさんと一緒なの。変わる。ああ、俺、あのな、まだお袋さんには会えねえんだけどよ。え？あ、おう、おう、ああ、わかったよ。ああ、ああ、じゃあな。これどうやって切るんだ？あ、私がやります。行って。東京のかよこの姉さんからよ。お姉さん？今回はうちに泊めるからって電話があったんだってよ。ああ、そうなんですか。はあ！よっしゃ、お前ら飲みに行くぞ。今だから言うけどよ、すげえ気が向かったんだよ、かよこのおふくろさんに会うの。親父、ビールも一本。えいよ。もうその話3回目なんで。そりゃ今の関係じゃ会いにくいですよね。複雑だよな。よっしゃ、もう一軒行くぞ。あ、ちょっと、レッドさん、天体戦士3レッド。これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。鳥の引き肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と醤油
てよく混ぜたら手の中で丸めてさあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろうほら蓋を取れば幸せの香り朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう見事我が策略に落ちたなサンレッド太陽が暗雲で隠された今貴様の力など無力人為に等しいわたとえ太陽が見えなくとも俺のコロナは燃えているザレゴトエルシーザサンデッドめ暗黒要塞者とも真っ二つよ俺はまだ生きているぞヘンゲルゲル、うん、サンデッド究極形態ファイヤーバードフォームファイヤーバードフォームサンデッドのコロナエネルギーがフルパワーに達した時に装着される太陽の戦士の究極形態なのだうん、しぶといやつよ地獄に帰るときだヘンゲルファイヤーバードアタックエルシーザーサンデッドヘンゲル将軍恐ろしい敵だったよくぞここまでたどり着いたサンレッドバンプ将軍無事だったのかサンレッド貴様を追い詰めるために払った犠牲は大きいさあ、共に行こう、私の可愛い怪人たちよ今日こそ雌雄を決する時さあ、来るがいい、サンレッドサンレッドサンレッドし惜しくねえよったくいい加減にしろよてめえらこの年末の忙しい時に気軽に襲ってんじゃねえよレッドさんお忙しかったんですかまさかバンプ様それはないと思いますそうだよねああよかった何笑ってんだよ今日はこの後本当に用事があるんだよそうなんですかてめえさっきからいちいち驚きすぎなんだよあのあ、はい、でしたらもう正座いいでしょうか何名前切ってんだこのてめえはいい加減投げんだから誰よりも深く反省しやれレッドさんもうそれぐらいでせーのありがとうございましたベンチ直しとけようっしレッドをやっと行きましたねうん今日も疲れたねみんなお疲れ様
お疲れ様でした。俺お腹減っちゃった。自分ペコペコっす。よし、じゃあ今日はみんなでご飯食べに行こっか。やったー。こらこら、ベンチ直すのが先だよ。はーい。何しましょうか、バンプ様。ああ、みんなの食べたいもの頼みな。ここ安くて美味しいから遠慮しなくていいからね。はい、ジェルダム、ガズガズ。あ、すいません。はい。あ、生ビール1つと、あ、この梅たたききゅうり2つ。飲みぞ、カニ味噌。いや、あの、カニ味噌2つ。あ、ここの金運つくねと牛すじの煮込みは最高だよ。頼んどこうよ。うっす、ニコ君。はい。ですね、あの、この金運つくね3つと牛すじ煮込み2つ。あ、あと極主セット3つ。とりあえず以上で。いざ。いざ。タイダさん、さっき起きたばっかりですよね。いきなりビールっすか。余裕余裕。ふんって、どうしようかと思って。最近疲れることか。かよこさん。あ、本当だ、かよこさん。私別れようかな、あいつと。え、昨日なんて私が仕事から帰ってきてもまだ寝てんのよ。部屋の片付けくらいしておいてくれてもいいのに。はあ。そうかと思えば今朝は私より早く起きて小遣いくれって。きっと朝からパチンコに並んでんのよ、あのバカ。あんた、それってさ、よく言うじゃん、あれ。あれ、そうそう、あれだって。食べさせてあげてんでしょ。うん。もう頼んじゃったよね、さっき。はい、ビール1つお待たせしました。いやだから前から言ってるでしょ、あんなの別れちゃいなさいよ。あの男に将来性なんかないわよ。あんた確かもうすぐ30でしょ。うん。結婚どうすんのよ。うん。あの男と結婚するつもりなの。かやこさん、わかんない、わかんなくなっちゃった。かやこさん、仕事もしない、家事も手伝わない、人付き合いもしない、性格もあんまり良くないか。やっぱりダメ人間じゃない、社会不適合者の見本ね。クズよクズ。でも別れた方がいいって。でもその社会不適合者が社会の平和を守ってるのよ。誰もあんたの彼氏に守ってくれなんて言ってないじゃん。しょうがないでしょ。だって正義の味方なんだから。かよこさん、すいません。それさ、トンタクタンロックで。あんたが彼氏ダメにしてるんじゃない。え、あんたと別れれば正義の味方なんかやめて働かざるを得なくなるんだから、彼のためにもなるのよ。はい、トンタクタンロックです。やめられるわけ、やめられるわけないじゃない。だってあの人には正義の血が流れてるんだから。ああ、ちょっと彼のこと何も知らないくせに偉そうに言わないで。仕事もしない。あの人の仕事は世界を守ること。家事を手伝わないのも人付き合いがないのも自分を生かせない現状への失望感からなのよ。あ、ちょっと何、あんたが話聞いてくれって言うから来たのに、一体どうしたいのよ。それはレッドさんは優しいいい人じゃないですか。バンプさん。え、誰。レッドさんは性格が悪くなんかありませんよ。レッドさん、私たちが何回摩擦に失敗しても憎まれ口叩きながらもまた相手してくれるんですよ。そうっす、こんな自分らとの対決でもレッドさん絶対手を抜いたりしないっす。こっちの心まで折りに来るんですよ。憎まれ口だってレッドさんなりのエールなんだって俺思ってます。そうそう、本当次こそは絶対抹殺してやろうって気になるもんね。自分この前は悔しくて眠れなかったっす。俺もかよこさん、レッドさんにはね、あなたが必要なの。
レッドさんはカヨコさんのこと大事に思ってますよ。別れるなんて言っちゃダメですよ。くれた金で買った。暇だったからさ、求人出てた会社に履歴書送っておいてよ。今日面接だから来いって言われてよ、行ってきたんだよ。でもよ、ダメだったわ。悪い。あんたがさ、あ、ヒーローのあんたが忙しい世の中じゃ困るじゃない。なあ、ん？明日クリスマスイブだっけか。うん、そうか。ねえ、何の仕事の面接行ってきたのよ。いいだろう、どこでも。教えてよ。うるせえ。ケーキ買ってきてって頼んだでしょ。なんでパチンコ屋って負けてくるのよ。いや、パチンコ屋から俺たちにクリスマスプレゼントがあると思う。はぁ、あ、あるわけないでしょ。いいだろう、ケーキなんかいつでも買ってやるよ。どうやってよ、この社会不適合者。かわいいお飾りでちゅね、うさこっちゃん。僕はクリスマスの飾りじゃないよ。うさちゃん、お前たち、このちゃん。ヘイカメボーイ。はい。こんなパーリー、キッズの時以来じゃね。そうっすね。ほらほら、みんな口よりも手を動かしなさい。なさい。てめえも手伝えよ。お疲れ様です。お疲れ様です。おっせえよ、あん時のキラー。うっせえよ。プレゼント選びを手抜くわけにはいかねえだろ。何が手を抜くわけにはいかねえだろ。だめ、お前のせいだから。あてになんねんだよ。んだとバカ兄貴。はいはい、兄弟喧嘩しないの。無理だと思うけど。あの、うさ兄さん、お疲れ様です。お疲れ。やーゆ、やーゆ。ほー、よし、できた。ゲイラス君、レッドさんとカヨコさんに連絡して。はい、わかりました。ケーキ気に入ってもらえるといいな。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。